おもっち、今週のテーマは岩手のブランド米、金色の風、銀河のしずく、岩手オリジナル品種のブランド化戦略。県オリジナルの水稲品種、金色の風の稲刈り行事が奥州市内で行われました。今年は4つの市や町でおよそ200ヘクタールに作付けされた金色の風。この日、近隣の小学生とともに刈り取った稲を見ても期待通りの出来栄えでした。6月、7月のあたりですか、暖かかったからね、いいんじゃないかなと思っています。技術研鑽に勤める金色の風栽培研究会は2年目の今年もテーマを持って栽培に取り組みました。今年は中干しをぎっちりしようというのがまず一番の、それと特例取れなかったんで原点に帰って基本通りやろうというのが今年のテーマでした。生産者の皆さんは美味しいお米の栽培だけでなく、 Facebook での発信や首都圏の販売店への訪問など、販売拡大に向けても県産米の PR に取り組み始めています。見てくれる小売店の方もいらっしゃるようで、今年の出来をものすごく気にしている人が多いですね。向こう行くとね、小売店とかいろんなところに言われるのは、岩手ももっとコマーシャルしてくださいというようなことを言われてきましたので。2018年も県産米のブランド化に向けて関係機関が一体となって販売促進の取り組みを展開します。金色の風、銀河のしずく、それぞれこう今までなかったような口当たり、特徴がありますし、その美味しさの数値に加えて具体的な違いっていうのもアピールしながら宣伝していきたいと思います。ブランド米の競争厳しい中で、こうトップ集団の中でですね、そしてその中でまたさらにこういい位置につけて、全国の皆さんに利用していただきたいというふうに思います。県産米のブランド化に向けて、今年も岩手のお米を応援しましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。